ただいまご紹介に預かりました拓殖大学の下條と申します。今まではあの政治家の偉い先生方のお話ですが、これからは現実の世界に戻ってですね、竹島問題というものはどういうものなのか、何が問題なのかということをですね、もう一度やはり考えてみたいと思います。竹島問題に関連してはですね、もうすでに韓国の側の主張を全部論破してあります。論破してあるんですが、それを外交カードに載せることができない日本の外交能力にこそ問題があるということですね。で、先ほどの国門権のお話が名護先生からありました。私の知っている限りで13億2000万円ぐらい使ってるんですね。多分あのこのこれも国門権がやったんでしょうかね。あの外務省の竹島問題理解出すともっとお金が出ているはずですね。で、島根県の竹島関連の年間の予算って大体どれくらいだと思いますか。竹島の日の式典全部含めて3000万円いかないんですね。13億2000万というと島根県の予算で44年分ですね。44年分を使って島根県にも及ばない。これが今の日本のシンクタンクの現状です。そして実際あの細田さんは非常によく頑張ってくださってはいるんですけれども、あの領土主権展示館ですね、あれ島根県はですね2007年にもう作ってます。そしてこの中で言われていることはですね、ほとんど役に立ちません。つまり韓国側が全部論破はしてませんけれども、論点を変えてですね、そして今彼らが言っているのは日本の資料にこそ問題点がある、そして外務省批判をしているんですね。その外務省批判に対して外務省が答えていません。これが現実です。ですから韓国側としてはですね、自分たちは正しいと思い込んでいるんですね。で、彼らはですね、だいたい3歩歩くと忘れてしまうんですけれども、でもまた3歩歩いてまた新しい考え方をですね出してくるわけですね。それをですね逐一その論破していかなければいけない、そういう能力が日本の今のシンクタンクにはないんです。まあ、言ってみたら日本にはシンクタンクがないんですね。このことがですね一番問題です。で、今あのてか昨日ですか、文科省のですね高校の学習指導要領に初めて竹島が載ったという話が出てます。で、これはですね、あの韓国がですね竹島問題のこれ副教材です。これ2011年からできてます。2013年、14年、15年、16年、これ17年度版です。こんなに厚いんですよ。年間10時間を教えることになってる。この中にその日本の主張は間違ってるって書いてる。日本のあれこれ読んだところで何が何だかわからない。まあ、言ってみたらアマチュアが作ったものですね。まあ、こういうものを持ってですね外交交渉に臨んだらバカを言いますね。そして一番問題だったのは1998年のですね日韓の漁業協定です。あそこでですね竹島問題を棚上げしてしまった。本来それ必要なかったんですね。ですがそれを棚上げにしたんです。で、長尾さんが10時間を追いかけられたという尖閣の問題ですね。尖閣もですね日台漁業取り決めという、あれは尖閣についても私もすでに論破してあるんですが、あれも本当は日台漁業取り組みなんかやる必要なかったんです。台湾と中国に対してあそこはですね台湾の領土でもなければ中国の領土でないってことはっきり言えばいいものを、それを言えるだけの外務省の力がないですね。北方領土も同じですよ。そういうことを考えていくとですね、今本当にですね我々は真剣になってですね、この国家主権、先ほどから新藤先生おっしゃってましたけれども、国家主権に関してですねやはり正面から立ち向かっていかなければいけない。今日本の政府と、まあ、この国会ではですね憲法問題がいろいろ言われてます。与えられた憲法だと、ね、じゃあ議会民主主義も与えられてるんですよね。これつまりどっちもどっちなんです。そういうことを考えていった時にですね、やはり島根県が竹島の非条例を作ったということは極めて大きな意義がある。そういう意味でですね、まあ、皆さんこの県と竹島を守る会にこうご参加いただきましてですね、日本の多分今外交も含めて国内政治も含めて最先端を行っておられるんじゃないかなと思います。で、今日これからですね
45分後ありますからお話しさせていただきますのはですね、新たな出発、レジュメですね。私頭が悪いもんですからこういうものがないとお話ができないんですが、まずはじめにですね、新たな出発ということから始めまして、2番目のところでですね、日韓両国政府のですね、対応がどうであったのか、そして韓国側をまず例に挙げて、その後日本ですね、そして最後に竹島の非条例以降ですね、以後どのような変化がですね、東アジア社会の中に起こっているのか、まあ、このことをですね、考えてみなければいけない。まあ、日本の政府ですと、ね、尖閣問題は尖閣、竹島は竹島、拉致問題は拉致問題、これ別個に考えてるんですね、北方領土も。そうじゃないんです、これ。竹島の非条例が一つのきっかけとなって、日本政府のですね、対応のまずさがですね、中国や北朝鮮や、まあ、韓国等、ロシア等をですね、言ってみたら誘発してきたんですね。このことをですね、今我々は考えておかなければいけない。まあ、逆に言えばですね、ここまでこう集まってくれたので、それをついていけばいいんです。ね、要するに、まあ、皮を切らせて骨を切ればいいわけですね。そして骨を肉を切らせて、まあ、あとは骨を立てばいいわけですね。まあ、そういうことをですね、外交戦略としてやはりこれから展開していかなければいけない。じゃあそういった時にですね、外交にこういった現場にですね、出ていける人がどれだけいるのかですね。だいたい外務省がやるとですね、日韓の漁業協定にしても日台の漁業協定にしてもウィンウィンですね。相手も良ければこっちも、これ外交じゃないですよ。だって皆さん、島の問題半分にすればいいっていう問題じゃないですよ。これ拉致問題考えてみてください。人間ですね、奇数の人間がもしね、拉致されていたらどうやるんですか。半分に切るんですか。こんな単純なことがですね、わからない外交官が今非常に多いんじゃないかなと、まあ、そういうことをですね、今我々真剣に考えておかないと、まあ、中国にしても韓国にしてもですね、北朝鮮にしてもなめられ放題ですね。こういうことをやはり許していいのかということを今我々は考えておかないといけないと同時に、今が一番いい時です。北朝鮮までですね、竹島の統一機ですかね、竹島が乗って乗るはずないじゃないですか。縮尺から考えてって乗るはずないのに乗せるっていうことは嘘だってことですね。ですね。それから、ヒョン・ソンウォルさんがですね、歌まで歌ってくれてるじゃないですか、ね、あれ北朝鮮もですね、韓国も同じですから、同じように考えてますから、逆にそこをですね、これからついていけばいいんです。つまり相手がですね、どんどんこちらがですね、挑発をして相手が乗ってくるようにすればいいわけですね。まあ、こういうことをやはり我々としてはですね、考えていかなければいけない。まあ、そういう意味でですね、その竹島問題だけですよ、論争が行われているのは。北方領土論争行われますか。尖閣の問題論争行われてますか。韓国が一番乗ってきてくれるわけじゃないですか。こんなありがたいことはない。で、そのチャンスを外務省が生かせないとしたならば、これは外務省が無能だということです。ね、まあ、そういったところにお金を出してもしょうがないですね。まあ、そういう点でですね、実は島根県が大変なことを実はしてしまったんです。というのは、この竹島の日を定める条例っていうのは、これ正式の名前なんですけれども、これは2005年の3月16日なんですが、本当はその始まりはですね、2003年のですね、11月15日、沖ノ島町でですね、私自身北方領土もちょっと関係してましたので、竹島と北方領土の問題でですね、講演をさせていただきました。2000人ぐらいの方が集まりました。これは中学生が集まったんですけれども、あと国会議員の先生も集まってました、5人ぐらい。それからあと知事と県会議員の先生方ですね。その先生方の皆さんの前で竹島は勝てますよというお話をしたことから始まるんです。そして県と竹島を守る会の皆さんが県会議員一人一人をですね、やっぱりこうサポートしながら、そして竹島の非条例を作っていったんです。今度は手作りの竹島の日ですよ。それ政府がちょこちょこって言って竹島の日やりましょう、ちょっとおかしいですよね。それ北方領土の日を見たらわかるじゃないですか。ただみんな集まってきて AAO とやるだけです。あれね、モスバでやらないじゃないですかね。なんでモスクワでやらないんですか、ね、今我々はそれに近いことをやってきたんですね。特に新藤先生は
2011年の8月1日うつ病棟に渡ろうとしてですね、まあ、私は前の日に捕まっちゃったんですけれども、あの佐藤正久さんと稲田智美さんですね、それからあの名誉のために申し上げますが平沢勝栄先生ですね、実は一緒に行くことになってたんですね。私事情が知らなかったので敵前逃亡したと言ってしまってたんですが、そうじゃなくてやっぱりですね、国会議員の先生方っていうのはしがらみがあるんですよね。やりたくてもできない部分がいっぱいあるんですね。結局彼はですね行けなかったんですが、あとご自分でですね、うつ病棟に渡れませんでしたが近くまで行ったんだ、ね、やっぱり侍はいるんですね、まあ、そういう、ね、ことをですねやっていく先生方とやはりこれから戦っていかなければいけない、つまり日本を改革していかなければいけない、まあ、そういったことがですね実は県会議員の先生方から始まったんです、島根県のですね。そしてその一つの一番大きな問題は1998年にですね、日韓の漁業協定ですね、竹島問題を棚上げしたものですから、大和堆と言われている工業場ですね、ここがですねどうなったかというと日韓の共同管理水域になってしまって、韓国の漁船がですね、まあ、違法漁労をやるわけですね。ですがそこは共同管理ですから、韓国政府にお願いして捕まえるわけないじゃないですか。そういう状況だったんです。そこであの島根県としてはですね、竹島の領土権の確立を求めて、そして竹島の非条例というものを作ろうとしたんです。まあ、その時はですね、たまたま2005年というのはですね、1965年日韓のですね、基本条約が締結されて、日韓の国交正常化ちょうど40周年、竹島が100周年だったんですね。で、政府としてはですね、日韓のまあ、国交正常化40周年を重視して日韓友情年ということですね。ですから竹島の非条例が作られようとするときに政府からはですね圧力が加えられたわけです。今までの地方自治体であれば中央政府からあるいは自民党の上の方からですねやめろと言われたら尾っぽ振っちゃったわけですね。でもそれを払いのけたことによって韓国側が驚いたんです。今までそれまではですね、韓国側はですね、日韓の間には領土問題はないと言ってたんですね。それがですね、3月16日に成立するんですが、3月7日の時点でですね、韓国のノ・ムヒョンという大統領が、その竹島問題とか歴史問題についてのですね、研究機関を作ろうとした、シンクタンクを作ろうとしたんですね。で、実際に30人ぐらいで始まるんですよ。それ、2005年のですね、4月ですよ。日本政府今頃やろうとしてるんですね。それも十分に機能してない。韓国は2005年の時点でもうそれを始めました。そしてそういう中でですね、さまざまな政治課題をですね外交カードで使ってきました。その一つが慰安婦問題であり、日本海の呼称問題、東海兵器問題です。つまりそれを全部歴史問題として竹島問題を封印するカードとしてそれらを使うんですね。そうすると日本はすぐお金を出して仲良くしましょうとか、そういう形になってしまう、まあ、教科書の問題も靖国問題も全部韓国側は外交カードとして使ってきています。ですが島根県だけは竹島の非条例を制定してですね、まあ、毎年1回ずつ式典をやるということになるとですね、韓国側としてはもうビクビクしているわけですね。実際彼らもですね、竹島っていうのは韓国の領土ではないっていうことを知ってる人も結構いるんです。ですからそういう人たちをうまくね、というよりも意見が言えるような状況になればいいんですが、韓国は北朝鮮とはあまり変わらないのでなかなか言えない。であればですね、パフォーマンスでもいいですから韓国側を挑発して、お前間違ってるよという形でモグラ叩きみたいな形で潰していくというのが一番いい方法ですね。別に外交官が行ってお話をしてて、そういうレベルの人たちではありませんので、一つ一つ潰していくと自分たちの論点をどんどん変えていくんです。ですからいろいろ騒いでくれればくれるほど我々にとっては楽しみが増えるわけですね。そうじゃないですかね、彼女からね、彼女全然反応しなかったら面白くないじゃないですか。ですよね。なんか言うとすぐこうプレゼントとあげるとすぐパッと帰ってくるとか、そういう経験ありますよ ね。これ日韓関係、外交関係も同じなんですよね。こっちが言うと相手が反応してくる。中国反応しますか、しませんよ。ロシアしますか、しませんよ。韓国だけしてくれる。
だから一番やりやすい相手が韓国なんですよ。要するに一番ダダをこねるからやりやすい、ジャジャ馬だから鳴らしやすいんですよ。従順な馬っていうのはいつか、ね、何をやるかわからない、まあ、そういうことを考えていくとですね、今一番やりすべきこと、そして時期的にやるべきのはですね、韓国だということなんですね。まあ、そういう点から見てですね、行った時に、まあ、島根県の場合はすぐですね、2005年の6月の時点で竹島問題を、ごめんなさい、島根県竹島問題研究会というものを作りました。そして、まあ、研究を始めてですね、そして2007年の6月に報告書をまとめると、それを外務省に持って行って、で外務省がそれを真似て作ったのがこれです。ところが外務省はちゃんと理解してなかったので、ね、ミスを犯すんですね。どういうことか、島根県はですね、竹島が日本の領土になった、島根県の、まあ、一部になった隠岐諸島、隠岐当時のですね、所管に入ったのは1905年の2月22日ですなんですよ。で外務省はですね、江戸時代から自分たちのものであって、日本の領土で、その1905年の1月28日に閣議決定があるんで、それによって日本の領土であることを、まあ、再確認したというんですね。そんなことしてないんですよ。でも国際法をやりたい人たちはどうしてもそれ、ね、引っかかるんでしょうね。明治政府、その日本の領土、竹島日本の領土だしたとしながら、その前からもそうであったということが言いたい。というのは、韓国は竹島はいつから自国の領土だと思ってます、思い込んで512年か512年とですね、明治時代とどっちが古いかってこと、当たり前ですよね。だから嘘なんですよ。それをちゃんと論破しておけばいいのに、外務省の場合それをしないんですね。だから国際法的に自分たちのものであるので、江戸時代もちゃんと自分のものにしておいたので、でそれを明治になって近代的な国際法に基づいて日本の領土にしましたと言ってる。でも島根県は、その竹島がですね、島根県に編入された時の、内閣閣議 のですね、文言の中に無主の地ですね、どこにも属していない。だから島根県はその1905年の2月22日から島根県のものになりました。だから2月22日が竹島の日なんですよ。まあ前のは関係ないんですよ。というのは、韓国側が俺の領土だと言っている歴史的根拠は全部デタラメだからです。日本は今ちょっとですね、おかしいところがあって、何でも国際法をね、使えば法律で何でも国が動くと思っています。典型的なのはですね、一票の格差ってあるじゃないですか。一票の格差是正したらいい政治できるんですか。全然違う問題なんですね。だから法律を作ればいい、そうじゃないんです。そうじゃなくて、実際に何が問題なのかということをですね、認識できないと国内問題もうまくいかないし、外国との問題もうまくいかない、まあ、そういう意味でですね、韓国側と日本側はですね、ちょっと立場が違っています。そして日本の社会と韓国の社会ってこれ全く違うんですよ。まあ、韓国の社会っていうのはですね、日本の歴史の中でいうと大体平安時代と同じ社会です。いやこれ実際そうです。摂関政治やってるのと同じですよ。今の金正恩さん見てください。ミサイル開発するのと自分のですね、恋愛に使うお金同じですよ。国家予算と、まあ、言ってみたら王朝の予算同じじゃないですか。これ平安時代じゃないですか。同じなんですよ。そして中央集権的な社会であってね。だからその平安時代の人と今は現代の我々がですね、お話できると思います。少なくとも我々はですね、平安時代から後の、まあ、室町時代、鎌倉室町、江戸時代という時代がですね、あるんですよということを韓国側に教えながら、その中でですね、あなたたちは間違ってますよと言わなきゃいけない。それをですね、同じレベルで喧嘩してるから、平安時代の人と喧嘩して勝てるわけないじゃないですか。で、平安時代っていうのは国司が悪いことばっかりやってるので、民衆は常に反発するんです。常に社会がですね、支配するところとされるところと二分社会の二分してるんです。だからろうそく革命やって大統領がクビになるんですよ。その相手が今日本になってるわけじゃないですか。言ってみたら、まああまりその、まあ、民党という言い方も好きじゃないんですけども、まあ大衆的というか民衆というかですね、そういった
あのエネルギーが領土問題とか慰安婦問題にこう出てくるんです。これ理屈理論じゃないんです、感情ですから。その人たちに向かってですね、謝罪をしたりですね、やればどんどん怒るにね、つけ上がってくるに決まるじゃ、決まってるじゃないですか。まあ、そういうですね、相手側がどういうね、国情だということを理解した上で喧嘩をすればいいわけじゃないですか、ね、だから日本と同じようなルールで国際法でなんてやる必要はないんです。ちょっとあの味をつけてやればバーッと出てくるんですね。でそのことをですね、島根県の竹島問題研究会というのはずっとやってきました。そうするとどんどん反論してくれる、ね、そして先ほど言ったような歴史的な問題についてはもう全部あの論破できない、ね、されてしまったので、今一生懸命日本の資料が問題だということを言い始めているんです。だからもうあるところまで来るところまで来ているんですよ、ね、ですからこれをどうやって詰めていくか、ね、どういじめていくかということが楽しみなんですよね。その楽しみを私だけ楽しんじゃいけないので、ここのお集まりの皆さんと一緒にですね、どうやって韓国をいじめていくのかと、まあ、韓国をいじめるというよりも韓国自体がですね、自分たちの政治に対する一つの姿勢というかですね、国の、まあ、作り方、社会の在り方、これをやはり今学んでいかなければいけない。平安時代の人をですね、現代の社会にこう生きていけるようにですね、まあ、狼少年とまでは言いませんけれども、全然そのなんていうのかな、民主主義というか、なんかそういった現代的な社会に合った、ね、考え方というものをこれから誘導して育てていかなければいけない。特にそれは北朝鮮に対してしていかなければいけないんですね。北朝鮮に対してそれをやるためには、その前の段階として韓国に対してもそれなりの、まあ、教育の協調の仕方っていうんですかね、調教ですね、調教の仕方があるのではないかなと思います。で、実は韓国の方がそういう意味ではですね、非常に早かったんですね。で、それが2番目のところに入ってきますけれども、韓国のですね、キム・ヨンサンという大統領がですね、歴史の立て直しということをやったんですね。そして、ソウルには総統府の建物がありました。あれを潰しちゃったんですね。台湾が今、総統府の建物残ってるんです、ね。皆さんどうですか？残されている方がいいんですか？なくなっちゃった方がいいんですか？どうですか？残されている方が日本人としては心情的に苦しいですよね。消してくれればそれでいいわけですよね。まあ、逆に言えば今の憲法もですね、これをうまくね、改正する前にもうちょっと外交カードとして使っておく必要もあるんじゃないかな。長尾さんにちょっとお話、長尾さんちょっとね、あのお話一つありましてね、あのまあ、ちょっと10秒、あ、読むみたいな、1分ね、あの、3月3日の日にですね、八尾市で、竹島の日を考え直す会というのが、あのいろいろ半日の運動をやりますので、ぜひご覧になられてもいいんじゃないかなと、はい、これはあの韓国の特等財団というところ、これは韓国のですね、慶尚北道からお金をもらっています、そして日本でその反日的なあの活動をしています。はい、まあ、顔が分かっちゃうから。それからあとこれは拉致問題でですね、北朝鮮が、まあ、例えば朝鮮総連を使って拉致問題がなかったっていうのと同じことをやるんです。ですから日本のやっぱり真剣さ、あの日本の、まあまあ、あの国家主権が侵されているわけですね。それをちょっと後でまたあの お知らせします。ちょっとすいません、ごめんなさい。まあそういうですね、長尾さんお帰りになるので、ちょっと今日はそれをお話ししておかなければいけないかなと思って、あ、そうやった形でですね、韓国側が動いていくんですね。そして1996年にそのキム・ヨンサンという大統領時代に竹島に接岸施設を作っていくんです。それはなぜかというと、1994年の時点で国連の海洋法条約というのが発効して、竹島がですね、日韓どちらになるのか、そこでそれ以前にですね、自分たちが不法占拠の正当性を示すためにそこに接岸施設を作ったんです。それに対して日本は抗議するんですが、結局韓国側がウィッシャウィッシャという形でですね、声を上げると結局それで譲歩してしまって、そして日韓の漁業協定もですね、ちょっと妥協したものになってしまったんですね。まあ、そういう点をですね、見ていくと、もう韓国っていうのは割とその歴史をですね、外交カードって使ってくる、そういうまあところがあるんですね。
だったらその外交カードとして作られ使われたカードを逆に使えばいいわけじゃないですか。それ国際法でやると向こうから見るとですね、中国もそうですが、国際法というのは先進国がですね、後進国というか、まあ開発途上国等を含めて、ね、植民地をですね、自分のものにするための正当化するための法律が国際法だという観点ですから、それを日本が一生懸命やれば、お前たちにね、日本に対してですね、日清戦争、日露戦争で尖閣を取ったり、ね、竹島を取ったのはお前たちどうじゃないか、それを植民地支配をしておいて、ね、それを正当化する論理を欧米列強の国際法を使って我々にですね攻めてくるのおかしいでしょと。だったら彼らに対して歴史的にそこはあなたたちの領土ではありませんでしたよって言ってから国際法を使えばいいんじゃないですか。刀の抜き方がわからない、まあ、抜かなくても切ればいいんですね、切れればいいんですが、そういう度量がちょっとないのかもしれないですね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、韓国側の方が早かった。そして2のですね、括弧1の丸1ですね、ノ・ムヒョン大統領が先ほど言いましたけれども、2005年の3月7日の日にですね、歴史特等問題を長期的、総合的、体系的に取り扱う先端機関の設置というものを指示して、そしてその4月にはですね、東北アジアの平和のための正しい歴史定立企画団というものが発足します。この団長をやったのが大統領秘書政策室長ですね、ナンバー2ですね、その人がなるんです。そしてその後東北アジア歴史財団になるんですが、そのトップに立つのは国務大臣クラスの人たちです。どっかのシンクタンクに丸投げするようなものとは全く違うんです。少なくとも研究者です。そういった人たちがこの竹島だけではなくて慰安婦問題、日本海の故障問題、靖国問題、さまざまな問題6つか7つのテーマでですね攻めてくるんです。で、今は60人か70人ぐらいの研究員がいます、有給でまあそういうことをですね やってます。そしてそういう中でですね、まあ特等体験館というのはまあ2012年にも作られたりします。そして先ほどお見せした特等教育の副読本ですね、特等を正しく知るというものが2011年にその東北アジア歴史財団によって開発されました。そしてその時向こうの文科省ではですね、何を言ったのかというとですね、日本の子どもたち、あるいは日本人に会ったらですね、竹島というのは韓国の領土で日本が奪ったということをちゃんとですね正しく教えてあげられるような教育をしましょう。ですから今年の去年のですね5月でしたか、韓国の中学生が島根県の社会科の先生にですね、日本のその竹島教育は間違ってるというお手紙を送るわけですね。じゃあ日本の今文科省がやってる学習指導要領ですね、竹島問題について日本政府が一生懸命その努力しているとか書いてあって、日本の子ども韓国からどんどん言われたら勝てるわけないじゃないですか。先ほどもお見せしましたけれども、これ結構な部数厚さですよ、80ページあるんですよ。そして実際に子どもたちを竹島に上陸させています。で、先般ね、島根県の社会科の先生に手紙を送った子どもたちも竹島に上陸していました。まあ、そういう流れが韓国にはちゃんと出来上がってるんですね。で、まあ、そういった中でそれはただ単に政府の機関だけかというと大学ですね、陵南大学だとか帝都大帝都とかですね、慶明大学と言われている大学にですね、竹島関連の研究所ができています。これは政府からもお金が出ているでしょうし、各大学からもその支援が出ていると思います。日本の中で大学の中でそういう研究所ありますか？あります？ないですよ。そんなものを作ったら、ね、まあ、右左言いたくないんですけれども、一部の人たちから反発を食らってなぜ、ね、そういうことをやるかというと、韓国中国に関連して歴史問題をやるとですね、留学生が来なくなるからという形になってしまうかもしれませんね。まあ、そういう意味ではですね、非常にその日本はですね弱いところがあります。そしてそういった中で京承北道という、まあ、ここは島根県と姉妹提携をしていた地域なんですけれども、ここがですね今竹島を管轄しています。そしてそこのですね傘下にですね特等財団というのがあるんですね。まあ韓国では竹島のことを特等と言いますが、これはその京承北道からお金をもらっています。そして2013年にですね、まあ、在日の方が中心となったんですけれども、竹島の日を考え直す会というものを作りました。
そしてそれがですね4月だったと思うんですね、総会で5月になるとですね、まあ、日本人も含めてですね、うつりょう島から竹島に渡ってですね、竹島は韓国の領土だということをですね、韓国語で、まあ、宣言をすると。日本人ですよ。でそれがですね、今竹島の日を考え直す会、ネット上にも出てるんですが、第15回にまでなっています。まあ、これ先ほどずっと長尾さんの選挙区なのでちょっとお話をしたんですが、3月3日の日にですね、八尾のですね韓国人会館で行われることになっています。そしてどういうふうに正し書きがあるかというと、私たちは島根県が2月22日の竹島の日を定め、竹島の領土権の早期確立を政府に迫ることがなぜ間違っているのかを研究している会です。教科書に書かれている日本政府の竹島は日本固有の領土との見解にいかに矛盾に満ち、かつ歴史的な事実を無視したものであるかを明らかにし、正しい歴史認識によって日本と韓国の友好関係を築きたいと活動しています。まあ、これは韓国側の主張を日本で、まあ、対日工作をしているんですね。で人の領土を奪っておいて俺のものだと言ってるんですね。これ日本で黙ってていいのかどうかですね。まあ、これと類似のことはいっぱい日本では行われています。まあ、そういうことですね。そしてこの対日工作っていうのはこれにやはり限らずですね、日本の中に子どもと教科書全国ネット21という会があるはずですね。これは田原義文さんという方、この方が先ほどの韓国の東北アジア歴史財団に行ってですね、歴史 NGO という大会があって、まあ、韓国側に同調するようなそういった市民団体を集めてきて、それぞれに活動をしてもらう、させるということをやってるわけですね。でそれが日本の教科書は間違ってるっていうことで、沖縄とかですね、あるいはいろんな地域での教科書問題のやっぱり、反対ですね、日本の育保者とか作る会の教科書に対して歪曲教科書だっていう活動をしています。これは韓国とつながっています。でこの会は韓国の一部の教科書に良心的な日本の市民団体だというふうになっているんですね。これは韓国に関係なく中国もやることで、意を持って意を制す、つまり自分たちが動くんじゃなくて日本人と喧嘩するときは日本人使うんですね。かつてアメリカがベトナム戦争のとき黒人を使うとかね、韓国の兵隊を 前線に出すのと同じことをやるわけですね。まあ、そういった宣伝に乗っている人たちが日本には多いということですね。私のところはだから全然お誘いが来ません。来たら大変なことになってしまうかもしれませんので、まあ、そういう意味ではですね、韓国側がそれをですね盛んにやっているんですが、あとその括弧1の丸なのでバンクというのがあって、ここではですねサイバー特等師範学校、しかもこれは慶尚北道庁とリンクしていてですね、ここで何をやってるかというと、サイバー攻撃ですね。世界中のですね、まあ、新聞とかいろんなネット上にですね、竹島と書いてあるとそれは特等だと、日本海と書いてあると東海に直せというようなことをですね、盛んに、まあ、言ってみたらアピールするそういうところです。約何万人いるかちょっと分かりませんが、中高生を多く使っています。ですから子どもたちを使う、ね、パターンとしては北朝鮮が美女軍団ですかね、美女応援団を使うのとよく似ています。で美女応援団というのはですね、朝鮮時代であれば多分キーセンなんでしょうね。キーセンというのはどういうものかというとですね、中国からですね指針が来るとまず平壌あたりでですね女性を与えるんですね。与えるとちょっと女性にちょっと不謹慎ですけれども、そしてソウルに来る間にですね籠絡させるわけです。そういうことをやるのがキーセンです、朝鮮時代ですね。またあとキーセンというのは従軍慰安婦でしたから、高麗時代から朝鮮時代になるとき領土が下の方に伸びるんですね。そこで文官ではなくて武官ですね、武官の身の回りを世話をするのがキーセンの役割でした。ですから従軍慰安婦のルーツというのはキーセンでもあるんです。まあ、そういうですね社会ですから、女性の場合ちょっと気をつけない、韓国に行ったときにはぜひ気をつけてください。
ったですか。あ、行きませんから、そうです。でも行くのも楽しいことですね。まあ、あの私は15年いましたけれども、まあ、まあそれはそれとして、まあ、そういう形でですね、あとは韓国系米国人を使ってやるわけですね。あのそうやってですね見ていくと、韓国側というのはかなりその自分たち の, その文化的な要素を持ちながらですね、外交構成を仕掛けてきているということが分かるかと思うんですね。それに対して日本的な形で誠意を見せるとかですね、謝罪をするとかっていう形式的な形だけでは済まないんですね。韓国側というのはかなりその相手に対してまず許さないですね。基本的には許さない、まあ、許すっていうか、あのすぐ忘れちゃうんです。自分の中にその深くと思いとどめておくっていうことができなくて、パッと 出してしまうところがあるので、まあ、そういうことをですね、やはり考えておかないといけないんじゃないかなと思いますね。ですから、あの逆に言えば強く出るというのが一番いいことかもしれません。ですから島根県が竹島の非常令を制定してからですね、それ以降日本の国務大臣と、まあ、がですね、妄言ということで爪腹切らされるようなことなくなりましたよね。自由にものが言えるようになったんですね。ですから強く言うということは韓国にとっては必要なことだということです。で、まあ、そういう流れがですね、韓国側があるんですけれども、それに対しては日本はどうかというと、その2の括弧2で日本政府の対応ということで、あの2005年の3月の時点ですね、外務省のホームページが書き換えられました。どう書き換えられたのか。それまではですね、竹島の非常令が制定するっていう、まあ、成立するっていうことが明らかになってくるとですね、それまであの外務省のホームページは韓国側の主張と日本側の主張を併記してあった。だから皆さん自由に判断してくださいってことですね。それがですね、竹島は日本の固有の領土で韓国が不法占拠しているっていうふうに書き換えるんです。つまり島根県が竹島の非常令を制定するっていうことになったので、それで外務省が変わったんです。そしてその外務省 あのホームページ等を参考にして、2006年度と地理と公民の教科書にですね、竹島は日本の固有の領土で韓国が不法占拠しているって載ったんです。そうすると韓国がですね、それは歪曲教科書だと言ってまた騒ぎ出すんですね。まあそういうことがありました、ね、でちょっと時間的なあれなので、もっとあの先進めてしまいますけど、そうするとですね、4月の時点で今度中国がですね、反日暴動が起こるんです。あの尖閣をですね、国有化した時も反日暴動が起こりましたけれども、島根県が竹島の非常令を制定したその翌月ですね、中国で反日暴動が起こりました。それは日本の歴史教科書が歪曲しているということ。それからちょうどその頃日本がですね、国連の安保理の非常任理事国入りをしようとしていた。韓国が反対して中国も反対するんです。そして6月ですね、あのプーチン大統領も含めですね、ロシアがですね、北方領土問題っていうのは今まで、まあ、エリチェンさんなんかも含めて日本にこう返すようなジェスチャーがあったわけです。それがビザなし交流だったんです。この時からこれは第二次世界大戦の結果だということでですね、もう竹島あの北方領土問題について日本には返さないという意思を示しています。で、今日も変わりがありません。まあ、安倍さんの場合は優しいんでしょうね。一生懸命ロシアを助けようとしてますけれども、これはちょっと危険なところがあります。というのは、北方領土というのは1855年の2月7日ですね、あのロシアとの間でワシントン条約が結ばれて、下田条約が結ばれて、あの国境が定められます。でもなぜそうなったのかというとですね、1853年から56年か、ちょうどクリミア戦争というのがあるんですね。2014年にもありましたね、ロシアがクリミア半島に侵攻しました。ですから1850年代もクリミア戦争があって、その時トルコとですね、それからフランスとイギリスが連合でですね、ロシアの南下を、帝政ロシアの南下をですね、抑えたわけですね。それでどっちに行ったかというと極東に行ったわけですね。そしてウラジオストックが日本語に訳すと何ていう名前なの、これそうですね、共闘征服、あのそうですね、極東を征服せよ、まあ支配せよということです。つまりウクライナっていうかね、あのクリミア戦争で敗れたので
東側に出てきたんです。そして日本との間ではあのウルプ島とですね、エトロフ島の間に、まあ、国境線を引きましたけれども、1860年の時点で北京条約というのを清朝とですねロシアを結んでいて、今の沿海州を取っちゃってるんですね。で、樺太も実はもともとは清朝の領土だったんですね。その百何十年後にまた同じようなことになってるわけじゃないですか。そう考えていくとね、やはり一つの問題だけではなくて、全てこう核の歴史とこうつながっている、そういう中でですね、まあ、領土問題等を考えていかなければ、外交問題をですね考えていかなければいけないということですね。で、先ほどのちょっとまた元に戻りますが、島根県が報告書を作ったですね、島根県がタクシモ問題に関連して報告書を作ると、それを外務省がですねタクシモ問題を理解する10のポイントとして作りました。で、それに対して韓国政府はですねいくつかの機関からですね批判をまあするわけですね。ところが外務省は反論しませんでした。それ放置しておくのでいけないので、まあ、私自身はもうウェブ竹島問題研究所のネットにですね反論を書いておいたんです。それは歴史的な問題だけを書いておいた。要するにあと国際法に関連しては書けないってこともありますけど、書かなかった。そうすると韓国はどこを攻めてくるか、歴史問題はもう抜きにして、その国際法的な部分ですね、つまり日本が島根県に竹島がですね編入されるその前後のところを攻撃するようになったんです。ですが歴史的権限、つまり自分の領土だということを主張する歴史的な根拠がなければですね、国際法を云々言ってもしょうがないじゃないですか。ですから今一生懸命韓国はですね反論をしようとしています。でもそれは徒労なんですね。まあ、そういうことをですねこちらから仕掛けておくということが大事なんですね。そしてそういった中で島根県のですね、まあ、島根大学の名誉教授であった内藤清忠さんとかですね、島根県立大学の先生が割とその韓国寄りの発言をずっとしてきてるんですね。まあ、そういった状況です。ですから私が本来ね島根県とあまり関係がない人間がですね島根県にいて竹島問題を云々するよりも、本当は島根大学とか島根県立大学の先生がこういう問題をやればいいんですけれども、でもその方たちはどうも韓国が大好きみたいですね。そういう状況に今なっています。まあ、そういった中で領土主権対策企画調整室とかですね、今回のまあ領土主権展示館というものができましたし、文科省の学習指導要領にですね、まあ、高校も含めて竹島問題というものがまあ載るようになったということをですね、でもそれはもう意味がないんです。どうやって韓国側をこれから説得していくのか、その現場力っていうんですかね、外交力が今求められていると思います。じゃあそういった人材が今いるのかどうか、じゃあシンクタンクがそういう戦略をですね、まあ、立てているのかどうかですね、多分それはないんじゃないかなと思います。まあ、そういうことを考えていくと、日本のやっぱり研究能力にもちょっと問題があるのかもしれません。ですが、まあ、勝てるんだということですね。まあ、そういう、まあ、日本の外交能力が疑われている中で、先ほど言った韓国の反日感情が中国の、まあ、尖閣問題を誘発して、そして北方領土の問題でも出てきているということですね。そして北朝鮮がですねミサイル開発とかですね核開発を再開するのは2006年の6月と10月ですよ。つまり日本がですねうまく対応できないっていうところを読んでくるわけですよね。そして韓国や中国ロシアがですね歴史問題で日本に攻勢かけてるわけじゃない。だったらその中でですね北朝鮮としては生き残る道を見つけ出しているわけですよね。そしてアメリカに日本は頼ろうとするわけですね、尖閣の問題等にもですね。で憲法を改正しようとするわけじゃないです。改正してもいいですよ、でもその前にやることがあるんじゃないか、つまり尖閣はお前のもんじゃないよというはっきりした後でですね、日本がこんな憲法はいけないからちゃんと普通の憲法にしましょうと持っていけばいいのに、それをせずにですねやるとかえって中国や韓国や北朝鮮ロシアが反日的になってくるというか感情的に反発してくることになるんですね。憲法をですね改正するんだったら、ただ改正しちゃったら面白くないですよ、ね、そうする前に、ね、それをなんとかですね逆手に取ってですねアメリカに反省させる、ロシアに反省させる、そういうことをですねこれからやはりしていく必要があるのではないかなと
思います。まあ、そういった意味でですね、今日本にとってですね、必要なことは何かっていうと、やっぱり戦略的な対応ですね。これをどういうふうに取っていくのか。そして北方領土も返してもらう。でも北方領土だけじゃないんですよ。本当は返してもらわなきゃいけないのは千島も返さなきゃいけないし、それから南カラスとも返しなさいと言えばですね、中国と一緒になってですね、沿海州を返してもらいましょうとやればいいんじゃないですか。そしたら沿海州ね、あのお前らあの中国やるからね、まあ、そこで北朝鮮の労働者を使って、ね、あの農業でもやれば、ね、東アジアの食料事情も良くなるよと、そのくらいのやっぱり度量が今日本人には必要ですよね。やってもいいんじゃないか、ね、そういうことをですねやる政治家がどれだけいるのか。 AAO をやってもしょうがないんですね。頑張りましょうって言っても頑張りようがない。頑張るのはあなたたちなんですよとまあそういうことを見えてですね、いなくなってから欠席裁判みたいな大変申し訳ないですあの実際ですね、楽しいですよ。こうなってくるとね、やっぱり日本をこれからどういうそのビジョンを描いて、日本をですねこれからやはり世界の中心に持っていくためにはどうしたらいい。それはですね、日本はですね、朝鮮半島、先ほど平安時代末期だと言いましたね、日本の統治があってですね、まあ、室町時代後期とかですね、江戸時代の初めぐらいの状態になったんですよ、35年で。ね、ということは、日本はですね、そういった地域開発の能力があるわけですね。であれば、それを世界に向けてですね、発信してもいいんじゃないでしょうか。それは、日本がですね、朝鮮半島を統治したとき、一番やったことはですね、何かというと、自治を確立することだったんです。今の北朝鮮、自治できますか？共同体作れないんです。そういう人たちに自治というものはどういうものかということをですね、教えていく、まあ、誘導していく、それが日本の統治時代だったんですね。であればそれをですね、世界の開発途上国に向けて日本がですね、お手伝いしていってもいいんじゃないですか。特にイスラム圏の国々に対してそれがですね、できるのは日本しかありません。でもそれが韓国との歴史問題で全部封印されているわけです。そして中国が出てきて、ロシアが出てきて、それは一番最初の論点に戻りますけれども、竹島問題を解決できない日本がもし解決することができれば、新しい形でのですね、アジアあるいは世界の、まあ、人類社会をですね、豊かにしていく、つまり共同体っていうものをですね、作っていく、そういう力です。もう日本の共同体の力って、震災があると常に、ね、外国の人たち称賛してるじゃないですか。あれは江戸時代から、ね、城下町というものがあって、市農工商がそれぞれの役割を知っていて、その中で文を知りながら自分の果たすべき役割を果たしてきてるんです。でも欧米ではですね、法律を作ってルールを決めて、ね、そして相手を裁いてくるわけだから、法律が大事なのか道徳が大事なのか、日本は道徳の世界だったんです。まあ、そういうことを考えていったときに、これからですね、世界が今、ね、混乱してますけれども、この秩序を正していくのは日本しかないんですね。であれば、その中で竹島問題ぐらい解決するのは当然のことなんじゃないか。まあ、それは今までの日本のシステムではちょっと難しいので、新しいシステムを作って、本当の意味の議会民主主義というものをですね、発展させていく必要があるのではないのか。まあ、その出発点がですね、立っているのが島根県であり、で県の竹島を守る会というものがですね、ここまで日本をですね、誘導してきたんですよ。細田さんですね、あるいは竹下さんとかですね、いろいろ頑張っても個人ではできなかった。でも今いらっしゃいませんけれども、こういう席に出てくださるようになったわけじゃないですか。ということは、わずか十数年で変化があったんです。北方領土も何十年でやってるんですよね。全然変化ないです。でも北方領土はね、国会議員の先生たちに関心があるのは元島民がいるからですよ、ね、竹島に元島民いますか？いません。でも北方領土問題もあと50年経つと元島民なんかいなくなりますよ。その時じゃあどういう対応をするのか。でそう考えた時にですね、島根県方式っていうのが何かあるのではないのか。そしてそういう意味では新しい、まあ、新たな出発ですね。新たな出発を今この東京大会の第1回目からですね、始めていくことが重要なのではないかなと思います。それは今我々は選ばれた人間だということですね。であれば死ぬまで、ね、頑張っていきたいなと思います。本日はどうもありがとうございました。